はい、どうもランラン先生です。今日も元気のともち。はい、はい、それでは本日は日発三沢球技場にやってまいりました。イエーイ。そして本日はベガルタ仙台の応援していきたいと思います。本日はベガルタ仙台対横浜 FC の試合をお送りしたいと思います。ベガルタ仙台、ここ3試合連続0対0のスコアレスドローで、まあでもとにかく守れるようにはなった。だからこそ今日はゴールが見たい。ゴールを決めて今日ベガルタ仙台絶対勝ち点3をゲットしたいと思います。ベガルタ仙台、今日勝てるように頑張るぞ。おー、私たちがアウェイだった。やっぱりちょっと違う。ケチャドマしちゃってるんで、とりあえずやる。ゴールキーパー石川ひろみ、6番ミッドフィルダー渡辺拓也、9番ポイントフィルダー中村。
はやしー、
ノイ、メガルタセノイ、メガルタセノイ、メガルタセノイ、さあ、ナイス勝利。はい、それでは試合が終わりました。お疲れ様でした。試合は2対1で、なんとメガルタ仙台逆転勝利しました。イエーイ。もう勝利最高。もう今日の勝利はすごく気持ちいい。すごい、もう相良選手のゴール本当ビューティフルでしたね。もう本当にゴラッソでした。もうあのゴール見れてランラン先生すごくしびれました。今日は本当にナイス勝利でしたね。この調子でベガルタ仙台もっともっと上を目指してほしいので、これからもランラン先生精一杯応援していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。もしこの動画がいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ランラン。次。